FC 東京移籍情報まとめとスタメン予想この動画では FC 東京の移籍情報のまとめとスタメン予想をしていきたいと思いますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします FC 東京の2023年シーズンの新加入選手は13人の選手が新たに加わることになりますまずはゴールキーパーから見ていきます 昨シーズン岩手クルージャ森岡に期限付き移籍をしていた野沢大使ブランドン選手が1年半ぶりに復帰になります続いてディフェンスの選手を見ていきます昨シーズン2種登録選手としてルバンカップにも出場した東レンタ選手が FC 東京 U18 から加わり同じく FC 東京 U18 から土井ンタ選手が加わります土井選手の父親は FC 東京のゴールキーパーとして活躍をした 土井陽一選手です気になる選手はハジアーノ岡山から完全移籍で加入をする徳本修平選手です徳本選手は1995年9月12日生まれの現在27歳身長171センチ体重73キロの選手です徳本選手は2018年に FC 琉球に加入1年目からレギュラーを勝ち取り J3 優勝に貢献しました 2020年にファジアーノ岡山に移籍、移籍1年目からレギュラーとして活躍。昨シーズンはリーグ戦31試合に出場、1得点にアシストという結果を残しています。徳本選手は、1対1の強さと正確なキック、緩急あるドリブルが特徴の選手です。続いて、中盤の選手を見ていきます。中盤の選手は、新たに5人の選手が加わることになります。 高卒ルーキーからドリブル突破が得意な田原墨田高太選手が FC 東京 U18 から加わり体の強さとドリブル突破が魅力の新井雄太選手が翔平高校から加わり大卒ルーキーから FC 東京 U18 出身のボールダッシュ能力に優れる寺山翼選手が順天堂大学から加わりスピードテクニックが武器の西堂久利選手が早稲田大学から加わります気になる選手は サガントスから完全移籍で加入をする小泉圭選手です小泉選手は1995年4月19日生まれの現在27歳身長1 7 3センチ体重7 0キロの選手です小泉選手は2014年にアルミレックス新潟に加入加入1年目からリーグ戦26試合に出場しました2018年に柏レイソルに加入 2019年のシーズン途中に鹿島アントラーズに加入右サイドバックボランチトップ下と複数のポジションで活躍しました2021年のシーズン途中にサガン・トスに移籍昨シーズンはボランチとしてリーグ戦30試合に出場しました小泉選手は豊富な運動量でボールを取り切ることができるボール出し力に長けている選手です続いてはフォワードの選手を見ていきますフォワードの選手は、 新たにに人の選手が加わることになります左足のシュートとフィジカルが武器の熊田直樹選手が FC 東京 U18 から加わり昨シーズン SC 相模原に育成型期限付き移籍をしていた野澤レオン選手が復帰します新外国人選手としてシャペコエンセからペドロ・エンリケテロッチ選手が期限付き移籍で加入します気になる選手は横浜 F ・マリノスから完全移籍で加入する中川輝人選手です 中川選手は1992年7月27日生まれの現在30歳、身長161センチ、体重57キロの選手です。中川選手は2015年に横浜 F マリノスに加入。2016年シーズン途中に FC マツダゼルビアに帰還付き移籍。2017年に横浜 F マリノスに復帰をしますが、シーズン途中にアビスパ福岡に帰還付き移籍をしました。 2018年に横浜 F ・マリノスに復帰をするとレギュラーを勝ち取り2020年シーズンはリーグ戦33試合に出場15得点9アシストという結果を残し J1 リーグ得点王および J リーグ最優秀選手賞を受賞しました昨シーズンは31試合に出場7得点6アシストという結果を残しています中川選手はスピードに乗ったドリブルで仕掛けることができ 左右どちらでも力強いシュートが打てる選手です続いて2023年シーズンのスタメンを予想していきますフォーメーションは4、3、3と予想しますゴールキーパーヤクブス・オービーク選手右サイドバック長友佑都選手センターバック木本康樹選手森重正人選手左サイドバック徳本周平選手 アンカー、小泉圭選手、インサイドハーフ、塚川幸喜選手、松木玖生選手、右ウィング、中川照人選手、左ウィング、渡辺龍馬選手、センターフォワード、ディエゴ・リベイラ選手と予想します。2023年シーズンの FC 東京のスタメンはこのように予想します。選手層が厚くなった中盤で、 松木有選手がレギュラーをつかむことができるのか長友佑都選手がブラボーと叫んでくれるのか2023年シーズンの FC 東京を楽しみにしています皆様が思うスタメンをぜひコメント欄で教えてください以上リッパーのサッカーチャンネルでした